コロナが始まってもう1年経つわけですね、えー、今お店に来店してもらうのはなかなか厳しい環境があるわけですそんな時にリアル店舗があればあネットでも頼めるサイトを用意することがオムニチャンネルというんですね、えー、お店に行って購入するたまたまその日はお店に寄ったけど買わずに帰ってきたけどおばあちゃんとお話をしたら それ私欲しいわって言ったらネットで頼めるような関係ですねそして普段からネットで今の商品を見てることによって今度の休みはたまたまその近くに出かけるのでお店に行って物を触って購入するというのもあるわけですねそして今は購入するとポイントがたまっていくお店が結構あるわけですけど 店頭で購入しても、ネットで購入しても、両方の購入金額に対してポイントがたまっていくというやり方もあるわけです。このような時代に私たちは、小規模なお店の簡単なオムニチャンネル、通販サイトですね、それとお店で実際に現金でもしくはクレジットで 購入されたものも全部合担してそこにはそのお客様がどんなものを普段買ってるのかえどれだけの量を買ってるのかっていうことも全部分析ができるそんな仕組みを私たちは地域のお店にえ提供しているこれがオムニチャンネルですこのアプリはもういろんな会社があ開発しておりますのでえそれに応じて、えー アプリは選ばばれれいいいかと思いますでもその中身については私たちスマート印刷館のスタッフがお手伝いいたしますのでご安心ください。